はい、どうも皆さんこんにちは、 DIY ドラゴンの鉄でございます。はい、今回ですね、こちらこのワイヤーを切りたいと思います。はい、このワイヤーなんですけども、これ切るときにいわゆるこのペンチ、はい、もしくはこのニッパー、これで切るとですね、ちょっとやってみますね。こうやって切りますと、うん、ふんという感じに、こんな感じにぐちゃぐちゃになっちゃいます。はい、はい、そこで使いたいのはこいつです。ワイヤーカッター、これを買ってまいりました。先端がね、こんな感じになってて、もうこういうワイヤーを切るのに適してる形状になってます。これちょっと切ってみます。リベンジ、せーの。おお、綺麗。いかがでしょう。見えるかな。すげー、これワイヤーカッターね、うん、これぜひ一家に一台でございます。